はい、やってまいりました。11月24日オフ会の日になりました。初のねオフ会ということで大変緊張してるんですが、どれぐらい来てるんでしょうか。だいたい予想だと10人来ればいいかなってところですかね。じゃあ目的の場所行ってみましょう。あ、早速います。あ、一人だけですね今回。あ、せっかくなんでね、まあ、いい機会ですんで、はい、あ、早速ね、こんにちは。こんにちは。今日はオフ会来てくれてありがとうございます。じゃあ早速企画に入っていきたいと思います。はい、それではまず企画第1号握手やってみよう。ではお願いします。冷たい。はい、それでは企画第2号、みんなでハーレムシェイクをやろう。では早速まあ一人しかいませんけど、みんなでやっていきますか。それではミュージックスタート。コロテロリッタ、カンナムスタイル。はい、それではせっかくなんでね、カメラマンとさっきまで言った、あ、こっちですね、二階堂くんにもちょっと握手したいということなので、握手のシーンをちょっと撮ってみたいと思います。どうもありがとうございます。スクリーンショットで後で写真としていく。この辺、もうちょい近づいてこの辺で。では、第1回記念すべきオフ会、イエイイエイ。こいつですかね。あれ、どこ行ったんだ。あれ、こいち、こいち、ムカデ人間になっちゃった。武器人間にもなっちゃった。なるほどですね。まあこの手の殺人は近頃多いですからね。刑事さん、一体犯人は誰なんですか。蘭姉ちゃん、僕トイレ行ってくる。犯人は一体誰でしょうかね。ハヌーン。あ、毛利探偵。ハヌーン。ハヌーン。わかりましたよ、この犯人が。先日、スーパーの牛丼コーナーのところにいたのは間違いなく高木さんのとこの夫妻であったことは間違いがありません。いやいやいや、ちょっと起きてくださいよ。ちょっとね、いや、ただ寝てるだけやないかい。あ、やべ、許してにゃん。いや、誰だよ。許してじゃん。
鼻息。いや帰れやにしようとしたんやけど、許してにゃんお願いします。だってえ全然入れないでしょ。いや入れない入れない、はい、okay、許してね。ちょっと許してにゃんお願いします。許してにゃん。もっと可愛く逃げてんねん。気持ち悪い。危ねえよ。逃げんねんみたいな。もう一回ちゃんと、もう一回普通に許してにゃん。いや普通にやってみて。えあ許してにゃん。えもうちょっとガチな感じで。ガチ本当もう許してにゃん。うぅぅぅぅぅぅ許してにゃん、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 許してにゃん。